海と日本。この日、香川県立高松東高等学校では2年生の探究学習の時間に海の環境問題に関する授業が行われていました。テーマは海ごみが与える影響について。瀬戸内海から出たごみが遠くの島の動物たちに影響を与えるという現状を学びました。このクラスが海の環境問題に興味を持つきっかけとなったのは、今年8月に行われた海の課題をポスターにし、その魅力をプレゼンテーションする海ポス甲子園2022の決勝戦に出場したことでした。まあ、練習してた時と全然違って、やっぱり話すのも緊張するし、その少しちょっとコントみたいなのもやったんですけど、それも緊張したし、やっぱり今まで味わえなかった経験だなと思いました。結果、優勝は逃しましたが、この大会がクラスの転機となりました。プレゼンした内容は、海に行ってみて綺麗な写真を見てもらって、そして海に行ってもらおうって思っていたんですけど、実際出てみたら環境問題について話しているチームが多くて、それだけじゃ物足りないなと思って。まず海のことを知らなかったという気づきがありました。環境問題の奥の深さとか、もっと自分たちの生活を見直さないといけないということに気づいて活動が始まりました。海ポス甲子園での気づきを生かし、若者の創業マインド向上を目的とするコンテスト、高校生ビジネスプラングランプリに海をテーマとしたプランで応募し、11月に応募総数4996件の中ベスト20に選ばれました。生徒たちは今後も海の環境問題について学び、町の清掃などボランティア活動を行う予定です。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。